今回はね、池田屋の焦がし醤油にんにく専門です。ではいただきたいと思いますね。大地の恵み、にんにくを甘みをご自分でせんべいを、醤油風味にしたとこちらですね。いただきますけども、あ、美味しいね。このにんにくの味がいいね。うん、確かににんにくって書いてます。そこに香ばしい醤油の味がさーっと効いてきてですね、うん、なかなかいい。味わいですね。で、この、うん、なんとも言えないね、味わいに。うん、この香ばしい、ニンニクですね。で、このなんていうんだろうな、このね、非常にこう、ほんとにんにくと香ばしい、なんともやな、この醤油の味がいいんですね。で、この触って拾われるあたりが非常に良くて、うん、なかなかいい味わい出してます。なので、非常にいいね、香ばしい味と、ニンニクの味で結構いいね、うん、味です。なので、本当にこれなんとも言えない、あれがいいなって感じです。どうもありがとうございます。